こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回はこれです。ソテツです。ソテツについてお伝えしたいと思います。本日もよろしくお願いします。ソテツは沖縄の南西諸島に自生し、5メートルほどにもなる常緑の低木で、株元や幹の途中から芽を出しますが、枝分かれはほとんどありません。幹の先には束状になった長さ1メートルほどの厚く艶のある羽状の葉をつけて、この幹の肌には葉が落ちた後模様となって残ります。オスとメスが別の株で、成長は極めて遅く、幹は春に新しい葉を展開して1年にわずか2センチから4センチぐらいしか伸びません。ソテツの花は10年に1回とか数年に1回とか言われており、なかなか咲かないようです。花の時期は6月から8月で、おしべは葉の上に抜き出て50センチから70センチほど伸びて、そして花粉をまき散らした後枯れて折れてしまいます。雌しべはこの茎の先につき、受粉後赤い種子ができます。増やすときはこれを巻いて増やします。またソテツの実は現地では毒抜きをして食用にされており、奄美大島の郷土食でもあります。ご存知の通り、暖かい地方では庭木や公園、街路だけでなく、記念樹として学校や寺院、観光庁などにもよく植えられています。ソテツは1億5000万年以上前のジュラ紀に全盛を極め、地球上に繁茂していたようで、化石が多く発見されています。置き場所、植え場所ですが、ソテツは南向きの風通しの良い乾燥した場所が適しています。ソテツは暑さには強い植物で、夏越しの特別な作業は何もありません。ただソテツは若干寒さには弱く、関東より西の太平洋側ではほとんど問題はありませんが、寒い地方では地植えのものは11月頃から藁を幹に巻くなど防寒対策をしてやる必要があります。鉢植えのものは霜や寒風の当たらない場所に置いてやるだけで特に問題はありません。次に水やりですが、ソテツは乾燥に強いので地植えの場合はほとんど水やりの必要はありません。鉢植えの場合も土が完全に乾いて打ち上げた場合、鉢が少し軽くなるぐらいになったら水をやるぐらいでちょうど良いと思います。また冬も水やりを控えめにして乾燥気味に完了しますと、根腐れを起こさず、また耐寒性も増します。肥料ですが、地植えの場合は肥料はほとんど必要ありません。鉢植えの場合は4月から5月の成長期にこのような環境性の化成肥料をやっていただくだけで十分です。植え付けですが、日当たりが悪いと葉が伸びすぎて形も悪くなります。ソテツはできるだけ日当たりの良い南向きの場所に植えてあります。また水はけの良い場所を好みますので、地植えの場合は土盛りをして少し高い位置に植えてあります。また大きな株を植える場合は根付くまで倒れやすいので、倒れないよう支柱などで支えてやる必要があります。鉢植えの場合、ソテツは土質はあまり選びませんが、水はけの良い砂の質の土壌を好みます。市販の観葉植物用の土でも十分使えますが、土がふわふわしている場合は川砂や桐生砂を少し加えてやるのも良いと思います。日頃の手入れですが、ソテツは成長が遅いので剪定するほど伸びることもなく、また枝分かれもしませんので、ほとんど手入れの必要はありません。古くなって茶色くなった葉が垂れ下がるのが気になるようでしたら、その葉だけを切り取ってやっていただければそれで十分です。以上、今回はソテツについてお伝えしました。疑問な点やご希望等ございましたら、コメント欄よりお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。